とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もね、古代狩り5周行きたいと思います。なかなかね、最近いいのが出てくれない。今日は出てくるのを希望します。お願いしますよ。パーセンテージは80前後、これぐらいで回っていきたいと思います。難易度はプラス17だね。16と17ではレアのリロールの数が変わってくるので、17からが、ユニーク品が出やすいっていうことかな。では5周いきましょう。いい感じだね。結構早めに一発目を発見した。1匹かで、しかもノーマル品。まあ、ここはメイスだからね、別にそんないいものは期待できないんだけども、はい、まあ、とりあえず1回目ノーマルメイス。おっと、また出たよ。ここは機械装ブレードが出るから結構期待できるけど、あ、折れたやつか。折れた装ブレードだね。あ、壊れたか。これじゃダメだ。次行こう。いい感じだね。また来た。え、ここは何だったっけ？何が出る？まあいいや。とにかくユニーク品が出てきてくれれば嬉しい。おっしゃ、フロストアーマー。まあ、フロストアーマーでも、そうだね。クールダウンが4つついてれば、もう全然採用だから。これ見るのが楽しみだね。よしよし、とりあえず防具ユニーク1個目。1周目からどんどん来るよ。また来た。ここは、あー、出るか。あー、ダメか。ダメか。ここはね、2つ狙えるよね。ここは2つ。ウィザーの防具と、ウィザーアーマーか、今は。昔はウィザー防具って言ったけど、ウィザー防具と、あと、ホークウィンド。出るんだよな、ここ。一周目終わり。ホークウィンドって、ホークブランドだろ。何考えてんだ。おっと、一個来た。来た。防具は、一個はね、クールダウンついてるけども、あとがダメ。重力ハンマー。凍結がついてるけども、いや、悪くないよ。悪くない。これ悪くないね。買っとくか。悪くないぞ。凍結がついて敵を遅くして、で、さらに引き寄せるでしょ。で、クリティカルがあって、旋風ある、輝きある。悪くない。買います。なかなかいいのが出てきてくれたね。で、次。よくない。いらない。これもいらない。よし、次。ダメ。ダメ。ノーマル品ばっかだね。ダメだ。はい。2周目行きましょう。2周目も調子がいい。また来てくれた。ありがとう。これ3体とかね。おっしゃ！よし。いいぞ。ウィザーアーマーいいよ。来た。今回はなかなかいい感じがする。はい、出ました。次。来い。さっきと同じくユニーク。まあ。普通のやつが来たけども、これにね、クールダウンが3つついて、金スキルで1個ついてれば最高だからね。今回、むちゃくちゃ調子いいよ。また来た。あ、でも1体。でも1体でもいいのよ。あー、でも、お前ここの辛さって言ったらないね。もうバリア持っていった方がいいんだろうね、普通に来るときは。お、何回目だ。また来たぞ。いや、もう数えれないぐらい来てる。どうだ。あ、ノーマルか。まあでもね、俺が来てくれるだけ本当に嬉しい。2周目か、今のが。
もうすでに3周ぐらいしてる気分でいるけど、まだ2周目だね。見ていきましょう。ダメ。次、ノーマル品ばっかだね。いりません。よくない。バトルローブもね、クールダウンが3つついて、金スキルでなんかついてくれれば、もう即採用なんだけどな。はい、次。山猫。クールダウン1か。ダメです。はい。3周目いきまーす。素晴らしい。3周目もまた来た。今回めちゃくちゃ良くない？でも、3体出てくることがほぼなくなったんだよね。ちょっとそれは残念。でもバトルローブ嬉しいね。ありがたい。よっしゃー、また来たよ。ここでは何が来るか。3体来てほしいよね。たまには。たまには、おーい。ダメだ、ショートボウ。3体来てくれればね、本当にチャンスがね、でかいんだけど、3体なかなか来ないな。よし、ここでは3体お願いします。3体来てよ。頼むからね。3体来ちゃって。あー、1体だ。どうだ。しかもノーマル。冬の指先だよ、欲しいのは。こんなもんじゃない。まあまあ、次行きましょう。3周目終わり。今回めちゃくちゃいいの出てるよ。いや、いいのかどうかはまだわかんないけどね。出てるよ。ショップでもいいの出てほしいな。ダメ。おっと！来たぞ、機械。おおお！ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ダメだ。ダメ。ダメダメダメ。惜しいんだな。あのね、痛みサイクルの3がついてるからいいのよ。3ついてでいい。で、輝きがあるでしょ？で、雷がある。真ん中がダメ。真ん中はこれダメだわ。あ、いや、ちょっと待って。え？アーティファクトを使うとダメージが上がるってやつだよね。この機械ソーブレードは、1回の攻撃がめちゃくちゃ長いってやつだから、あ、これありかもしんないぞ。買っとけ。ありかもしんない。うん、まあちょっとやってみないと分かんないけどね。はい。うん、クールダウンが黄金スキルでついてるんだけども、ダメだね。はい、まあまあいいんじゃないですか。4周目いきます。さあさあ、来ました来ました。冬の指先がここで出れば、いい。スノーアーマーか。まあまあ、オッケーオッケー。いいよいいよ。このね、古代人が来てくれたことに意味がある。ただ3体来て欲しかった。さあ次は何が出るでしょうか。何が出るじゃなくて、もう3体出てきてくれ。一体か。3体出てきてよ。もう！ちょいちょいちょ！強い！強いぞ、お前たち。なんか4周目さらっと終わったね。4周目は後の商人。よろしくないです。よくないね。ノーマル品だらけだ。次。ノーマル品だらけ。全然良くないね。おっと、ソウルフィストが出てきたけども、この武器自体いまいちだしな。追い打ちと、ダメだね。エンチャントが、まずよろしくない。はい。では、ラスト1周、頑張っていこう。ラスト1周もなかなか出てきてくれるね。3体 !3 体ほんと最近出ないな。外れ。でも、クールタイム3で採用なんでね。外れとも言い切れない。次行こう。
ラスト一周、全然出なかったな。全然良くなかった。最後、86% ぐらいで行ったんだけどね。全然ダメだった。では見てみましょう。お、京子。あー、ダメ。京子いいんだよ。京子強いんだけども、ついてないね。はい、ダメ。次も、点でダメ。はい、ここも、ダメだね。よろしくない。はい、ということで、5周終わりました。今回はかなり出た。見てみましょう。はい。おお。え、もっと出てる？おお、来てるね。16個。5周で16個出ました。まあ、2つは買ったんだけどね。はい。では、ノーマル品から1つずつ見ていきましょう。ああ、惜しいな。クールダウンが1個ついてるけども、他がダメ。防具はもうほんとクールダウンないと、俺はあんまりよろしくないと思ってるので、ダメです。スノーアーマーもダメか。ショート棒ダメ。うん、雪の意味ダメ。クロス棒も話にならん。よくない。じゃあこれ、バトルローブ。ダメだね。エンチャントが丸で、よろしくない。闇のアーマーも話になりません。メイス。ダメだな。吸血ついてるけど。吸血俺あんま好きじゃないんだよね。壊れたソーブレードは、ダメですね。グリムアーマー、ダメ。フロストアーマーどうだ？クールダウン1、ダメです。ウィザーは、ダメだ。ウィザーいいんだよね。HP 吸収ついとるから、すっごいいいんだけども、クールダウンがない。アウト。重力、あ、これは、買ったやつだね。うん。これはいいやつです。これも買ったやつじゃん。なるほど。結局残ったのが2つ。2つとも、ピグリン商人から購入したやつです。こんな感じでした。道中でね、なかなかいいのが出るってことは難しいみたいだね。まあまた頑張っていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。